おはようございます。 AKB48 ハルピョンこと足元るなです。やっほー。今日は早起き、はじめまして、こんにちは。今日は劇場公演があります。なのでちょっと夜、まあ、いつもだったらできてるんですけど、いつも普通にできてるんで、別にそんな大丈夫かなっていう心配はないんですけど、一応ねっていう感じです。今日もジュースを飲みたいと思いますが、ストローが出てきません。出た。朝ジュース、これを飲むことで元気100倍アンパンマンになります。すごい、ストローだけ映ってる。やだ。いや、なんか昨日の夜からめっちゃ焼きそばが食べたくて、焼きそば、カップ焼きそばを買ったんですけど、なんか迷ってて食べるのを迷って、カップ焼きそばが今目の前にあるんですけど、っていう感じ。こんな朝8時からカップ焼きそば食べる女なんていないよなと思って、迷ってとりあえず配信始めました。そう、昨日は我慢したの、食べたいと思ったけど、いやもうこんな時間ださすがにと思って、何時だったかな、もう本当に1時ぐらい、お風呂上がって1時ぐらいにめっちゃ食べたくなったんだけど、我慢して、
7時間我慢した、焼きそばを。偉すぎ、食べたい。でも食べるにはお湯を注がなければいけないので、じゃあ9時になったら作り始めますね。あと4分、いや嘘、9時15分にしよう。ちょっとさすがに配信始めてすぐにカップ焼きそば作る女はやばいから。あ、やばい、待って、アラーム鳴る。セーフ。お祭り行きたい。屋台風のカップ焼きそばだって。お祭り行きたい。焼きそばの話は一回禁句。でも目の前に入ってる、目の中に今焼きそばが入っている。そう、私は今日メイク道具をこの整頓しなきゃいけないの。今昨日さメイクしたじゃんか。でとりあえずもうわーってやってわーって出たから、そうこれを整頓しなければいけないんです。私はなのでちょっと今から9時15分の整頓た、でもそんな汚くないかも、結構綺麗に収まってるわ。もうすぐ終わりそう。下地3つ入れるだけだ。終わった終わった。ここにさ、あれ入れたいんだよね、スポンジの。あれ？ねえ、スポンジのさ、ガチャガチャのさ、ケース知らない？知ってるわけない。ここに入れたい、それ。あった。このケースもそろそろ変えよう。変えるためにガチャガチャしなきゃ私さ、もうさ100円玉がなくてガチャガチャができないっていうのが一番苦痛だと思ってさ、最近は100円玉ばっかり集めてる。そう、今うちの財布の中に100円多い。何枚あるか数えようか。ちょっとミュートにするね。そんなアイドルの配信でお金の音聞こえたら嫌でしょ。
7枚入ってました。なるべく あれをするために昨日1枚使っちゃったの。だから8枚入ってたんだけど、昨日ちょっと別のことで1枚使っちゃったから、お買い物で。そんな1回に何十回も回すわけじゃないので、私は700円ぐらいがだいい感じ。まあ800円本当は入ってて欲しかったけどね。400円2回やれるぐらい。でも700円です。お財布もね、変えようかなって思っている時期に来ています、今。ボロボロだ。せっかくのさ、まあ、お財布ぐらいはちょっといいの使いたくてね、いいところの使ってるけど、ちょっとだけね。そのみんながなんか思ってるいいところじゃないかも。そのなんていうんだ、高校生頑張って手出せるレベルのいいところみたいなぐらいのものを使ってるんですけど、でももうそれもずっと使ってる。二十歳の時から使ってる気がする。これ20歳だから4年間このお財布使ってます、今。使いすぎ、本当に。それ本当に使いすぎ。今5年目この子。結構ボロボロになってきちゃった、角とか。まあ私ほら、それこそカバンを変えるんですよ。あの現場、お仕事現場によってメイクポーチを持っていくか持っていかないかにもよによってかなりカバンの大きさっていうのが変わってきまして、そうで、そのメイクポーチがあるかないかでカバンが変わるってことは、その財布も入れ替えするじゃないですか。いろんな他のものもこう入れ替えするから、その時とかにあってなるの、財布ちゃんがね。だからそろそろ寿命だなと思いつつ、でも角がよれてるぐらいで他は全然大丈夫かも。財布に入ってる、なんか財布に入れなくてもいいじゃんっていうので入ってるものとしては、ゆいりさんの写真とあと初めて脱出ゲーム行った時のなんていうの、紙、そのネタバレが書いてある紙と、あとなぜか彦摩呂さんのマネージャーさんからいただいた名刺、うん、
なぜか彦摩呂さんのマネージャーさんからいただいた名刺が入ってますあとはこの富山の千住寺さんでいただいたお守りと、富山の千住寺さんはいっちゃん系のビールで行かせていただいた、あの橋本春菜のやってみっちゃで行かせていただいた場所、あとは普通にあの私が初詣に行かせていただいている神社のお守りがいくつか、交通安全とかあと可愛いやつとか入ってます。それはちょっと見せれないだって私の初詣のお守りだから1月1日ピョンズ殺到しちゃう、やだ。あとはまあ勝也の割引券が5枚ほど5枚もいらないのに5枚ほど。他にもポイントカードとかいっぱい入ってる。でもお守りはゆいりさんの写真かな、やっぱなんか開いた時にゆいりさんがここにいてくれるので。そう、折りたたみ財布使って、折りたたみなんかこういうやつ使ってるんですけど、その折りたたみの心にゆいさん、私これ見せたっけ、昔 T カード AKB なんです、見せた気がする。そう、え、もう誰もいないんちゃう？あ、オンさんだけいらっしゃるか。オンさんだけいらっしゃいますね。そう、 T カード AKB、 ミーオンさんだけ。ちょっとポイントを貯めることでしか使ってないです。もうそれ以外では使ってない。私どんぐらい T カード貯まってるんだろう、使ったことないやん。貯めるだけ貯めて見てみよう。
今 V ポイントなんだって。ポイントって失効しない、いや使っあれしてたら大丈夫なんじゃない、わかんない別にもうわかんない、なんかとりあえずあれなんか開けないんだけど、 T ポイント TV ポイントアプリどういうこと、再起動しよう携帯、アプリ入れたのに使えない。私これ使うのあれぐらいかな、でもあのウェルシアとファミマぐらい T ポイント出すの。どこにダウンロードされたんだろう、なんかホーム画面にないんだけどまあいっか、どっかにダウンロードされてるということで、番号認証しなきゃいけないってこと？え、ちょっとめんどくさい。ちょっとそれはめんどくさい。メールアドレスで、こういうのってさ、たまにさ迷惑メールに来るからやだよね。こっちに来て。今のはメールを受信したよって音。
その音に変えたい。え、わからない。どうやって変えれんの？全部の音がでかい。全部の音がでかい。うち。やめて。アラーム用にね、音でかくしてあるからね。音がでかいんすわ。すいません。で、受信ボックス、あった。認証、お、いっぱい溜まってる。あ、一回どっかで使ってんな。使ってます、ちゃんと。でも失効してる時もある。あ、いっぱい、え、待って、そんな家買えるレベルのいっぱいじゃない。軽く、じゃあ軽くのほほんと。綿棒変える、綿棒は変える。うん、そんぐらい適当に言ってる今。適当に言ってる、ごめん、めんどくさくて。でもどこ行ったんだろう。私の V ポイントのこのアプリどこにあるんだろう。あった。なぜかホーム画面に表示されなくされてた。悲しい。
よし、うわ21分だもう。え、焼きそばタイム。そこまでお腹空いてないんだよな別に。なんか食べた方がいいんだろうなっていう気持ち。うん。今日だってこのあと4時ぐらいまでご飯食べれないから、食べれないわけじゃないんだけど、4時になったら劇場にご飯が、お弁当が届くので、4時ぐらい、うん、4時になったらそのリハとかも終わって食べれるっていう感じだから、別に食べれないわけじゃない。待って、喉変。多分大丈夫。変でした一瞬。どうしようかな。焼きそばタイム作ろうかな。なんか荒らされてんだけどうちの配信。荒らされてんだけど、めんどくさい。海外の方だろうね、きっと。なんて書いてあるかわかんない海外の初見がなんか荒らしに来てる。でもなんて書いてあるか全然わかんないうん、ごめん読めない。ありがとう。そうだよ、みんなアンチもさ、海外の言葉、なんかイライラするなら海外の言葉で書いてくれればいいのに。なんかな、アラビア語とか、それでみんながさ発散されるならそれでいいよ。うん、でこっちは読めないもんうちは読めないから、もうなんか言いたいことがあって、でもなんかどこにも発散する場所がなくてイライラするならアラビア語で書いてくれれば、私は全然もう来ても何も思わないから、うん、いいよ、それならいいよ。いや、あるじゃん今 Google 翻訳とかでさ、アラビア語に変換して送ってよ。でさ、そしたらさ、自分はさ、あ、もうストレス発散はできるじゃん、言ってるみたいな。なんかもうこの人ムカつくって思ったら、ハルピョムカつくって、ハルピョムカつくって送りたいみたいな気持ちをさ、一回アラビア語に翻訳してハルピョに送ってくれれば、私はもう何も思わない。だって読めないんだもんそう、だからアンチの皆さんはぜひ
アラビア語で送ってください、お願いします。でも本当にアラビア語からのメッセージが分かんなくなりそう、それはやだな。本当にアラビア語圏で応援してくれてるハルピョンのファンの人はいるかもしれないから、その人からの愛のメッセージが届かなくなるのはちょっと嫌ですね。まあ思うんじゃない？こう Google 翻訳してるときに、あ、自分何やってんだろうって。さすがに思うんじゃない。それでも思わない人はもうなんか人の心がないっていう感じだと思うので、うん、なんかね、かわいそうだなっていう気持ちでしか思わないけど、こちらとしてもなんか私で発散できるならどうぞみたいな、どうぞ。なんかそれをさ、その無差別にさ、なんかナイフ持って公園で振り回すぐらいなら私の配信で発散してくれっていう気持ちなので、はい、それで発散できるならね、こんなね、だって毎日やってるから毎日いつでも発散できるよ。嬉しい、嬉しいね、やったねって思って、あのでもするときはアラビア語でよろしくお願いしますね、どうしよう、作ろうかな焼きそばね、どう思うみんな、焼きそば作るか否か、
とりあえずお湯沸かし隊の方に集まってもらいました。お湯沸かすだけただ、ただではないけど、でそう全然ただではない。電気代。めっちゃ迷ってる。食べる？いや食べないかも。沸かすだけ沸かして、なんか気分じゃない、なんか全力で食べたいって思う瞬間じゃないんだよね今。やめよう。やめます。別になんかそのお仕事まで何も食べれないわけではないので、コンビニとかも近くにあるし、はい、お腹が空いたら食べます。なんか今焼きそばを食べたい気分ではなかったです。早速アラビア語来た。でも何も思わない、アラビア語だとしか思わない読めねえしか思わない。すごいなアラビア語アンチ。何を食べたい気分？いや別に何も食べたい気分じゃないんだよね今。でも多分2時間後ぐらいにお腹空くと思うから、2時間後ぐらいに何か食べるね。翻訳しなくていいんだよ。翻訳して心痛くなるの君だよ。推しメンに悪口言われてるのを、その内容を見て心が痛くなるのはファンであるあなたなので、翻訳しなくて大丈夫だよ。トシさんハートいっぱいありがとう。みんなが本当にみんなに幸せになってもらいたいっていう気持ちが強いので、私はみんなが嫌な気持ちになるものは見なくていいと思います。
焼きそば食べたくないけど目の前にあんのムカつくな本当に食べたいわけじゃないけど目の前にあんの一番ムカつくんだけど、焼きそばに対するアンチ置いたの自分なんだけどね、本当に。食べない。本気で食べたい時が絶対また来る。日々さ床に落ちてる髪の毛拾ってんだけどさ、うち髪の毛なくなってるよ、もう本当に。こんなに落ちてたら悲しくなるね。でも昨日測ったの、こっからそうヘアドネーションするにはあと何センチぐらい必要なんだろうって買ったんだけど、まあもう30センチはあんのよ髪の毛。そう30センチあったらヘアドネーションできるんですけど、30センチはあって、そうただ30センチだったらその私の髪の毛がゼロになるわけ。そう30センチ以上切らなきゃいけないので、そう私の今の髪の毛40ちょいぐらいだったから、46、6、7センチぐらいだったから、まああと1年後、2年後ぐらいにはやろうと思えばできる長さ。ちょうどね測ったんだよね昨日。キタリエさんもやっててこの間。YouTube 出してるのおすすめに上がってきた。そう自分がねメンズだったらね、もうどれだけでも髪ゼロになってもいいんだけどね、一応女の子だからさ、一応まあこれぐらいは残したいわけじゃんってなったらこっから下で30センチなきゃいけないのよ。そうこれぐらい残しとしたらこっから下で30センチ結構な、まだまだだね。そう結構まだまだ切っちゃったんだよねこの間、傷んでると毛先を、てか切られたっていうのが正解だけど、さすがに5センチ切りたいですみたいな言われて、切られたっていうのが正解ではあるんですけど、キタリエさんのもう一回見てみよう、どんぐらい。でも40センチ、キタリエさんは40センチ切ったって言ってた。うん結構だな、まだまだだな。でも結構長めのところから結構短めにして40センチ。でもそっか。まだまだそう。
かわいい。そう、この動画を見て自分何センチなんだろうって思って測ったのよ。めっちゃおもろくない？髪の毛。そう、この動画4日前とかに今見て上がってたんですけど、この動画を見て自分今何センチなんだろうって思って、いやもう欲を言わなかったらもう今でもできるんですけど、今やるとマジでもう本当にこんな毛になっちゃうから、私の髪の毛がなくなっちゃうから、それは良くないので、まだまだアイドルしながら伸ばし続けます。エリーってどんぐらい、めっちゃ長かったよね。千葉エリー、でもだいぶ伸びたね。もうもともと長いところからそんなに切ってないからか、結構元がめっちゃ長かったのか。てか顔ちっちゃすぎて髪の毛の長さわからん。顔ちっちゃすぎて、え、めっちゃ長いエリー髪の毛、すごっ、こんだけ長いのすごっ、逆にすごっ、もともと長すぎてすごっ。頑張ろう、ヘアケア。ちょっと毛先痛みすぎて切っちゃったんだけど、ヘアケア頑張ろう。もうあとこんぐらい伸ばしたい。でも1年で10センチぐらいって言うから、定期的に美容院に行ってトリートメントしていただくっていうことが大切ですね、きっと。いや、まだまだだよ。1年後ぐらいじゃない？私が欲しい髪の長さになるの。でもしばらくはこの髪色でいくから、そう、あんまり別に地毛に近めの、もう多分ほぼ抜け抜けの状態です、今色的には。でもこれぐらいでちょうどいいぐらいなので、これでいくので、なるべくね髪も染めないようにして、傷まないようにしないと。でも迷ってて、もうまだ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 先の話なんですけどまだ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 先の話なんですけど、私が今迷ってるのが、まあ、染めたる、ブリーチしてる毛でも確かヘアドネーションはできるはずなんですよ。ブリーチヘアドネーション確か、ほら、そうだから、なんかロングの派手髪を経験してから
切ってなくしてでするか。でもそれはもうもちろんアイドル終わってますよそりゃだからまだ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 の話ではあるんですけどっていう。それともでもさ、伸ばすのはさ大変だけど切るのはさすぐじゃできるじゃん。だからショートの部屋、何ショートの派手髪はいつでもできると思うんだよね。でも私の髪の毛でブリーチをしてしまいすぎると髪が逆に傷んでしまいそうで、ヘアドネーションできない髪の毛になるかもしれなくて、そう、それが怖い。だからそれが怖い。そうなんですよね。せっかく伸ばしたのに、じゃあ何だったんだこの期間はってなるから、そう、めっちゃ考え考え考えです。でもまあ沼さんくらいのピンク、それはショートでロングで、っていうか私前にさ一回さみんなにさどうみたいな感じでやった髪色あるじゃん、あれにしたいのよ。でもどこに出した載せたか覚えてないのよ。ツイッターかな、一回派手髪にした写真をみんなに。でも多分派手髪ロングも一瞬で終わると思う私絶対。ヘアケアめんどくさいってなってそう一瞬で終わると思う。やってもいつだっけ、みんなに派手髪ロングのこれ可愛くないって言ったの。こんな髪色にいつかしてみたい、みたいな。755ありがとう。全然更新してないのにさ閲覧つけてくれてる人いるんだけど、昨日とかどういうこと、え暇なんみんな。755うち全然更新してないよ、大丈夫そう、更新できないのよ。わかんないもの載せてるな写真、意味わかんない写真いっぱい載ってるな今見たら。夏ぐらいにやった気がすんだよな、違ったかな。てか充電、今日の今の充電の残りパーセントのだいぶどうでもいい写真だよね若っ、顔が若い。てか目充血してる、大丈夫昔の自分に一言。どこだろう、橋本派手髪ハルピョン。あ、熊本ツアーぐらいの髪色も可愛いか。あった
ちょっとメイクとか、あの多分これあれですごいやってる時だけど、そう加工でめっちゃギャンギャンにしてる時なんですけど、ありました。ちょっと待って、もう一枚あったから、もう一枚も、これぐらいの色。かわいい。ピンクミルクティーベージュみたいな適当にカタカナ言ってる私。ちょっとこれはメイクはちょっとすごいあれだけど、とかこんな感じの色。派手髪橋本。まあ何するかにもよるけどね。AKB を卒業した後にこれでさ、なんならできないんだろう、営業職とか無理ですよね。芸能とかだったらいけんじゃない、全然。小田さんとか今派手髪だしね。イラストレーター絵描けないしな、うち絵描けないしな。今から美容師学ぶか、美容学校、美容系の学校。銀行でめっちゃさ、こうやってお金数えるの早かったらめっちゃなんかえってならない？見てみたいけどね、その世界線。派手髪の女がお金数えるのめっちゃ早い、銀行マンみたいな。この間まで浜崎舞見てたから。やってなさそうでしょ、無理そうでしょ。やっぱお堅いお仕事っていう感じのイメージだから。でもどんだけ髪色派手でもさ、仕事できれば何でもいいと思うけどね。まあそんな世の中ではないんだろうけど、やっぱイメージ大事みたいなあれだろうから。めちゃめちゃさ、仕事できない黒髪と仕事できる金髪だったら仕事できる金髪の方が良くない？そりゃそう。見た目で判断されちゃうんだろうね、全部。嫌な世の中だ。ほんでもう10時だ。なんか昨日の夜のメイクしてるハルピョンのピョンムービーより今のハルピョンの方が可愛いんだけど。疲れ切ってんな顔。おもろい。顔疲れ切ってる。
おはよう。10時だ。何時までやろうかな。でも多分昼、そのお仕事が今日2個あって、公演の前に1個お仕事があって、そのお仕事終わりの公演合間にできそうなんだよね、1回ちょっとだけ。くならね、いろんな時間帯でいろんな人に見てもらいたい気持ちがある。パワその食べそう。いや食べないんだけどさ、終わったらちょっとやらなきゃいけないことをやって、公演の準備してって感じではあるんだけど、そう、あの、まあいいや。静岡はすでに35度。配信終わったら焼きそばしまいます。今日何曜日？今日木曜日なのね。なんかこの間マック食べたいと思った時があったんだけど、私が食べたかったメニューがなくてやめました、その日。あ、でも今日は、昨日本当はスタバに行きたかったんだけど、多分メールに送ったとあるを食べてお腹いっぱいになっちゃって、スタバ行くのやめようってなっちゃったので、今日はスタバに行きたいと思います。楽しみ。いちごバナナアーポー、見た目かわいいよね、レモンチェリーオレンジ、ちょっとキスしたか、あ、まあいいや。ツイッターで、ツイッターじゃない、ウィバースで、ウィバースかメールで言う。
急に思い出した。終わろうかな。じゃあ10分まで配信して、10分か15分かそこら辺まで雑だな、配信して終わります。なんかね、昨日ね、紫シャンプーじゃないんだけどが、そう、安くなってたから買ってきた。綿棒買いに行ったついでに、半額だった。なんで？商品の入れ替えって書いてあった。嬉しいと思って買いました。今財布の整頓してます。マジでどうでもいいことしてる。ちょっともうちょっとちゃんとして。あ、ぴょん、ごめん、みんなのこと大好きだから許して。いいよ、ありがとう。あ、落ちてきちゃった。なんでこんなさ、いっぱいなんだろう。カードがいっぱいってこと？もうこれだろうな、絶対。このカード一旦いらない。ゆいりさんはいる。これ使ってないんだよ。でもさ、これしか使えないさところだったら使うから入れとく。でもこうやってさ、物がカードが溜まっていくんだ。ドラマ曲の振り覚えました。ちゃんとピンと来た君は宇宙人、みんなとはどこかが違う、ピンと来た他の星の人、ピンと来た心の何か。私の歌割りってわかんのかな。
まあ、配信されたら聞いてください、ぜひ。今の私のアイドル頑張れる生きがいはみんなの応援なのでえ、どうした？でも本当になんか どんだけダメでも今がいるって思ってまだ頑張ってるのでハルピョンが枯れないようにあの全力で愛という名の水をさ注いでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで。10分になったので。すっごい意味深で終わるやん。いや、まあね。ってことがあったけど、でもゆきりんさんが言ってた言葉を思い出してって思って、大丈夫これがって思って頑張りますので、ゆきりんさんの言葉だけを信じてる今、本当にこのアイドル人生でその言葉だけで生きてる、うん、だからまあいろ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 だけど、ゆきりんさんがこう言ってたからとか、ゆきりんさんがこう言ってくれたからとか、後輩にこの言葉を残してくれたからこう思おうっていう気持ちで今頑張ってるんで、あのゆきりんさんなんか本出してください、とりあえずなんかはい、アイドル人生記みたいなやつ出してほしい。ちょっとそれで毎日読む。うち出たら。ゆきりんさん初一人ロケ頑張っ、え、どういうこと？一人で何してたの？一人で何してたの？え、じゃあ私はゆきりんさんもやったことないことやってるってこと？橋本春奈のやってみっちゃっていう番組で、だってもう20回ぐらいやっても放送させていただいて、20回ぐらい一人ロケ、すごい。あのゆきりんさんも卒業してから初めてできたロケを、私はもう20回ぐらいやってる、すごい、もっと頑張んなきゃ。むずいんですよコメントとかいつも自分で何言ってるか分かんなくなっちゃう。
これ本当におもろいのかなと思いつつも、でも自分がなんか楽しむことがなんか伝わればなと思って、行かない旅とかめっちゃ自然体な自分で収録臨ませていただいているので、でもやっぱり私はそれぐらいの立ち位置が一番落ち着くのかも。なんかアシスタントぐらいの気持ちの立ち位置が行かない旅はねむずいよ、一人で全部やらなきゃいけないから。行かない旅じゃない、やってみっちゃ、本当に20回やっても成長しない困ったもんだ、これからもう成長できるように頑張ります。つうことで、いけ俺のターン、ドローランキング読み。1位鉄道のエイトアットピョンズ、今日公演行きます、ありがとうございます、待ってるね。2位トシさん、ありがとうございます。3位タケニーさん、ありがとうございます。4位マックミックさん、ありがとうございます。5位ディスクさん、ありがとうございます。6位マジカのバナナと読めないアンチか、アンチなのか、アンチなわけねえよな、アンチだったらどうしよう急に不安がるやつ、どうしよう。7位サウロンさん、ありがとうございます。8位ヒロヒロさん、ありがとうございます。9位ホチトさん、ありがとうございます。10位ナーニャさん、ありがとうございます。11位、AKB48 さん、ありがとう、0055222さん、ありがとうございます。12位マッピーさん、ありがとうございます。13位大粒ちゃんさん、ありがとうございます。ごめん、簡単な簡略化させました、皆さんの名前すいません、ありがとうございます。ということで、ちょっと終わってやらなきゃいけないことやって、仕事行って頑張って公演します。今日も一日まだまだ夜は長い、ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6343盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身アルピョンことジボタルナでした。それではありがとうございました。また。またね。頑張れって。応援してて。頑張るから。とりあえずこのレシートたちをどうにかする。バイバイ。ありがとう。